こんにちは。今日は、クリスピークリームドーナツ買ってきたので食べていきたいと思います。こちらですね、クリスピークリームドーナツ。すごい箱がおしゃれ、クリスマスカラーですね。こんな感じ、開けます。こんな感じです。美味しそうですね。すごい輝いてる。オリジナルグレーズとチョコカスタード、あとチョコオールドファッション、ストロベリーチョコ、ソーダスプリンクル、クッキークリームチョコを買ってきました。他にも美味しそうのいろいろあったんですけど、この6個買ってきました。まあそうですね、美味しそう。あとこちら、早速いただきます。せっかくなんでスタンダードのやつから。クリスピークリームドーナツは多分結構前に何度か食べたことあるんですけど、今回その久しぶりに食べます。ほぼもう覚えてないぐらい前に食べたんで、とっても楽しみ。これからオリジナルグレーズとか食べてみます。すっごいサクサク、あと結構軽め、重いかなと思ったけど結構軽め、すごいサクサク軽い、美味しい。美味しい、すごい美味しい、軽い。想像してた味とちょっと違う、美味しい、軽い。ちょっとこのこれ食べてみようかな。クッキークリームチョコ、すごいザクザクのクッキーが乗ってるのかな。美味しそう。うまい。なんて言ってるんだろう。美味しい。なんか美味しい、美味しい。中のクリームがすごい美味しい。オリジナルグレーズとのクッキークリームチョコもなんか食感がすごい楽しかった。美味しい。これいってみます。ソーダスプリンクル、すごい。ソーダのドーナツ食べたことないからちょっと楽しみ。ソーダの味します。上の多分カラフルなやつはすごいジャリジャリいますね。ほんのりソーダの味がして、美味しい。なんか思ってたよりも甘かった。これは結構甘めでした。そしてこっちに、こっちはロフトエバーカスタード、中にカスタード入ってると思います。チョコカスタード、こんな感じです。ちょっと溶けちゃった。美味しい。チョコが、上のチョコがビターで、中のカスタードが甘くて、そういう結構大人なカスタードって感じです。チョコと、ビターなチョコとカスタードが甘いので、こうマッチさせてってる感じですかね。美味しかった。ちょうど良くなるようにしてるのかなと思いました。うち次は
いちごチョコレート、結構チョコ多めでしたね。こんな感じで、うん、いちごのチョコレートと多分この赤いのがちょっと酸味があって、それがすごい美味しい。甘いだけじゃなくてちょっと酸味も感じられる。美味しい。上の赤いとこが美味しい。多分果肉をなんかしたやつかもしれないです。わかんないですけど、なんかいちごっぽい味がする。うん、最後はオールドファッションチョコレート。すごい。いただきます。うん、うん、うん、美味しい。なんか全体的にっていうか、思ってたよりも全体的に甘さ控えめで、すごい軽い。美味しい。うん、ごちそうさまでした。あ、美味しかった。クリスピークリームドーナツ、久しぶりに食べたんですけど、すごい美味しかったです。うん、甘いのは甘いんですけど、なんか、結構、思ってたよりも、甘さ控えめで、僕は好きな感じ。程よい甘さで、で、あと、思ってたよりもすごい軽かった。食べやすかったので、すごい、美味しかったです。ちょっとまた、くらえれば他にもいろいろ種類あったんで食べてみようと思います。またいろいろ食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。